さあ皆様こんにちは、リアマアレクサンダーでございますということでですね、今回も FIFA 16実況やっていきます。今回はホームで、フランクフルトでございます。いきましょう。ホームに迎えて、フランクフルトですね。さあ疲労はどうでしょうか。チャンピオンズリーグの疲労が言ってる場合じゃないんだけどね。ほんとね、しっかりしてくれよ。ほんとに厳しいな。顔写真はないのはさ、顔写真がないのは何、その人の権利みたいなのが取れなかったってことなのかな。ちょっと久しぶりに君入れてみようか。ラモスとか入れてね。 OK、 もういいや、メンバーはこれでいきます。霧な、雨じゃないだけいいな。まあ3時半ですね。はい、これ1万点超えよ、これ1万点超えよ。しっかりと1万点超えていこう、ここはね。あ、これループだ。くそ、分かった時にはもう遅いからね。ループ入るか。 OKOK、 危ない。あー、ダメか。あ、でもめっちゃすぐ行くじゃん。例えばじゃあ今この間に話しておこうか。 ACL がね、まあ随分期間的には前、そんな前でもないか、でも開幕しまして、まあ今はアジア勢じゃなくて日本勢は、アジア勢って全部アジア勢だよな。今のところの俺の今の状況の話で言うと、今のところ日本勢は、4チーム全部1試合戦って、浦和のみが勝ってるっていう状況だね。いや浦和ね、頑張ってほしいね。浦和には期待してるよ、今年の浦和には。見たけどね、俺浦和、まあ正直 J リーグで応援してるのは浦和なんですけども、よくまあサイスタとかも行ったりするんですけど、応援しに浦和が好きなんですよ。で浦和が好きでずっと ACL も応援してるけど、ACL はね、もう本当に浦和とか言わずにアジア、やっぱり日本勢はね勝ってほしいですから応援してるんですけども、まあ初戦あれ犯人はいいアカウントしてるよ、それ。初戦ね、 FC 東京と広島が戦ってどっちとも負けたっていうね、ちょっと悪いスタートだね。まあ、FC 東京はねアウェーだったからっていうのも理由にしちゃうのも よくないけど、まあアウェーだったからっていうこともあるんだろうけど、広島はだって昨年チャンピオンでゼロックス取っといてホームですからね。しかもそれで負けるっていうのはちょっとよろしくないですね、非常に。でガンバ大阪はまあアウェーで勝ち点1、いやこれもう、まあいいんじゃないですか。アウェーで勝ち点1はいいと思いますよ。で、そして浦和レッズがホームで 2-0 で勝ちましたと。いいスタートなんじゃないですか、浦和的にはね。あ、見てなかった、待って、見よう。あはは、誠入ってる。長谷部誠が入ってますね。はい、2年連続ベストディフェンス狙いましょうよ。よし、行くぞ、絶対勝つぞ。もうバルセロナみたいにさ、バルセロナももうなんか 6ヶ月7ヶ月公式戦30試合ぐらい負けてないんでしょ。でもそのぐらいのさ、チームじゃないとダメだよとは言われると思うと、そのぐらいのチーム目指して頑張ろう。ちょっと集中できてない、もう ACL の話にもいったん終わったからもう集中しよう。喋りにね、俺集中しちゃうからね、二の次みたいになっちゃうんですよね、プレーが。だからちゃんとプレーに集中しよう。さあスタジアムのテンションが上がります。うーマジか。あー入ったと思った、危ねえ、本当に。霧見にくいんだけど、マジですごいな、こんなにすごかったっけ霧って。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。いやー危ない。よしよし、いやー、あ、一回戻しまーす、戻さなかった。前横、あ、ギンドン走ってるね、ギンドンじゃなくて。よっしゃ、いやーちょっとね違ったか。
いやーむずいな、本当に崩しがむずい、非常に。大丈夫、なんで大丈夫なの、大丈夫なんじゃない、大丈夫じゃないの。何ちょっと今足技使ってきたな、この野郎。ダメですダメです。あー出ちゃったよ、場面。悔しがってる場合じゃないんですよ、あんたのあれなんですよ。いや ACL の話したいんだけどなまあ後でするか、余裕が出てきたらしよう。香川出てる、いやまだわからない、いいプレッシャー。あー香川いいプレッシャーね。よし手前かな、前。ほらどうだ、詰めろ詰めろ、こぼれ球に詰めるんだ。あーくそ、いやなんでそういうとこ取れないのかな。もう奪われたらさ10分ぐらい取れないんだよねボールが。許さねえやさ、やらせるかよ。こういうとこのこの競り合いで勝ったのはね、もう波に乗れるはず。いや大丈夫、サイドどうですか。あー届かなかったか、アーリークロス、アーリーでもないか、アーリーでもないか、アーリーすぎるな。縦パスだね、もうパワープレーだね今の。あのね僕はね、あのサッカー用語なんか入れるダーダーダー出しますけど、結構な比率で間違ってるんで気をつけて気をつけてください。はい、そんな簡単にパスが通ると思うなよ、人のパス散々止めといてこの野郎。よし大丈夫、ほら前、あーよし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 、まだいける、打ってみるか、いやまだいけるぜ。あーくそ、いやよかったよ、もう一人やん、誰今の分かんないけどよかった。名前とかね見てる余裕なんないからな、でもポジション的に本来のポジションである分ムヒタリアンの位置だったね今のは。ただ分かんない、ダメ、はいブロック、ブロック、いや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 、はいオッケーオッケーオッケー、ああハイタッチしてる、いいよ。天候あれ、晴れが本当にないね、晴れでやりたいよ。天候変えられるんだけどさ、正直ね時間帯も天候も全部変えられるんだけど、変えちゃったら面白くないじゃん、変えちゃったら面白くないよね、もう一パターンしかないもんね、それそんなんだったらね。はい切り返して、はい切り返して、うわさすがに2人目は無理か、2人目は無理かさすがに。いやーいいよ香川いいね、足跡使っていこう、もう一人で突破ね、他人に頼らないっていうサッカーをねちょっとね頑張っていきましょう今年から。はい前、おら、あー誰か、あ惜しい、競り合い頑張ろう、銀太、銀太、あーびっくりした、あーびっくりした、角度的に絶対入んないと思ってたんだけどダメだった、危なかった。いや油断しちゃダメだね、角度が角度がと思って油断してたけど。よし真ん中いないんだよね長谷部、香川、香川日本人いるね2チームとも。ああ取ったと思った、本当に邪魔だよお前、本当に取れないんだよね。本当に取れない、あーくそ、よし行くよ、よしナイスナイスナイス、前へ、よし出た、いやーまだ、あーもう、いやーまたほらちょっと力んでんだなきっと、分かった力んでる俺、前だってさ随分前に2試合ぐらい前4点取ってんだぜ、なんでだ取れないのかと思って力んでるんだ。何ですか今のは、
ミスですよ、また。何なんだよな。ひどすぎだろ、本当に。さすがにこれは。あー、くそムカつくな、本当に。もういいや。白いです、足技。あ、ファール。そりゃそうだ、当たり前です。あ、前空いてるな。触らないで。触らないで。くっさねえ、運転なんだけど。力んでんだよ、だから。あー、くそ悔しい。イライラしない、イライラしない。本当に。よし、じゃあ後半行きましょう。楽しく行きましょう、後半ね。はい、楽しく行きましょう。さあ、楽しく行きましょう。ですね。あー、もうこいつ、ほんと論外だな。いやー、じゃあもう、シャヒン入れましょう。よし、行きます。どうやら選手交代でチームの活性化を図ります。うわよし、ほい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 、いやーハンドめちゃくちゃ言ってる。いやでもシャヒンいいね、シャヒンいいよ。フィニッシュまで持っていけた。フィニッシュだよね、シュート打ってるもんね。最後まで持ってねえ、いけたのは素晴らしい。よし、いやサイド出されるんじゃない、大丈夫、気をつけて。よし、コースを塞ぐこと。何ですか、1点負けてんだからね、2点必要なんだ。あ、引き分けでもいいか、最悪引き分けでもいいや。まあリーグ戦だからね。確かに引き分けでもいいよ、別に。オーバーミャンかな。はいはい。え、なんでそんなに負ける。大雨弱いね。髪の毛がちょっと待って、邪魔なんだよ。オッケー、目に入る。はい、ここディフェンスの前に出た。危ない。ここで打つ。はい、ブロック。シュートはブロック。天理君無失点。よし、はい、切り返して、はい、人数かけるよ。はい、ロイス、マルコ・ロイス。よし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 。うわー、下手くそー、ちょっと強かったか。いやー、きつい。やべ、前いや、忘れてた、プレッシング忘れてたよ。プレッシングいいのか分かんねえ、用語がちゃんとしっかりと正確なものではないんですが、お許しください。もうね、考えてる暇ないから。とっさに出た言葉だからね。信憑性ないですが、気をつけてください。よし。クリアがね、ちょっと今失敗したね。よっしゃ。オーバメアン。スルーしちゃった。よっしゃ、大丈夫よ、大丈夫よ。真剣に。よしよし、いやー、今のはちょっと迷ったの、どうした、何があったんだろう。どうですか、来た。いやー、だからそういうところでなんでそうなるの。キーパー、え、朝は何やっちゃった。うわー、違えた。キーパー出る、キーパーの飛び出しボタンを押したらスルーパスになっちゃったよ。うわー、ミスだね。香川足技、いいよ、開いたね。大丈夫よ。アンデルソン・バンバ、コンスタン・ジャクタ。これね、調子いい時は調子いいけど、本当に調子悪い時は本当に1点も取らないからな。そういう時はもう潔くね、ゲームやめた方がいいんだよね。日を改めた方がいいわ。香川真司、いやー、今自分できればよかったが、もう一個スルーパス出したんだよ。ダメだった。はいはい、雑なんだよ。いいよ。香川真司。はい、香川。
はい、ここ、うわちょっと遅かったか。どうなりますかね、どうにもなんねんね。ちゃんとして、実況。切り込まれんの、いや。ああ、名前投げ。名前長いですね。よかった、びっくりした。いやはい、危ない、危ない。結構当ててくる、このチーム。ちょっとロングも打ってみるか。こうなったらね、ロングもちょっと入れていかないと、攻撃パターン変えないとな。どうにもなんないよな。そういうことしてるとどういう目に遭うか分かりますよね。時間があれだって、後ろで回しやがって、お前らもう前には来ねえんだな。くそ、だからさ、ボール回しやめてくんないかな、フィファで。本当に大丈夫、いやー、腹そういうところ面白いように抜いていきます。いやー、もう触っちゃった。触って、もう触らないと止まらなかった。イブラヒモビッチみたい。いやー、頑張らないと。パリでね、やりたい。パリサンジェルマンでね、キャリアモード、やりたいね。どっち、味方に当たった。よっしゃ、味方じゃなくて敵に当たったね。よっしゃ、もうちょっと勝ちは無理かな。なのでもう引き分け狙いましょう。1点取ればまあいいでしょう。よし、空いた、ムヒタリアン。いや、ひどいな、誰も。いや、むずいな、本当に。よかったんだけどね、スルーパスみたいのは。いや、危ない、空いた、空いた。いやー、なんで決まんないの。悔しがり方はいいんだよ、そういうの。いやー、ひどかった。ちょっと力んだのかな。もう前々回かなんかでさ、寒いとかでさ、もう部屋暑いよマジで。もう、あー、キャッチしちゃった。邪魔だよ、ファウルだろ、取れよ審判。あー、今のこぼれ球もやばい。もうこれラストプレー。見事なタックルです。これはチャンス。マイヤー、オッケーオッケーオッケー。いや、いける、まだいける、まだいける、まだ時間ある、まだ時間ある。はい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 、どんどん行くよ。足当てていくよ、足当てていこう。突破力、突破力。ヌリシャヒン、アンデルソン。あー、ダメか。あー、やばい、もうこれもうちょっと今日フィーバー終わり。今日のフィーバー終わりです。もう無理です、勝てません。調子悪い時はもうね、いくらやっても勝てない。ダメ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 、よろしくないよ、流れが。シャヒンね、途中から入ってシャヒンですか、おめでとう。はい、いやー、やっちったー。ライプツビやばいな。なんで2部から上がってきてこんな強いんだ、今年は。ああ、そうですか、ちょっと見せてほしいな、ちょっと順位表。ああ、よかった。ボルクスブルグ、うん、試合数は、ああ、ダメだ、試合数足りてないわ。うわ、ライプツィ3位なんだけど、強くね、普通に。すげえな。あ、変わってないか。まあ、日程飛ばしましょう。まだ7本しか経ってないわ。あ、待って、さあ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 って読むのか分かんないけど、さあって読みたくなる。でも本当に今この調子で、いやいや、やったらダメ。何ですか、給与、給与の交渉ね。まあ、ちょっとだったらいいよ、あげて。オフィス、オフィス、オフィス。よし、誰、どこにいる。1回のこのカラカラで出てこない、カラ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 っていう効果音ね、効果音ね。このカラカラっていうか、この1巡目で出てこなかったら買えないつもりだったんだけど、出てきちゃったね。あー、8000なんだ、君。いやー、厳しいな。どうしよう、1万にあげる、1万にあげてあげようか。1万3000ぐらいにしようか、5000ぐらいにしようか。いや、さ、高すぎる、それはさすがに。1万1000、これもう妥当だと思ってますから。はい、無失点って何ですか、無失点って。あー、そっか、あれディフェンダーだからか、無失点っていう表示が出てんのか。よし、提示した、 OK。 じゃあさ、ちょっとオーバーミヤン見たいんだけど。 PL、 あ、いた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 、出場者21で12か。 OK、
さあ次回ですね、アウェーでギリシャ戦、ギリシャ何位 ?4 位 ?4 位か。得点はでもね、3位、1位でございます。3位じゃなくて3点で、うちのチームが1位取ってますからね。ちょっと名前読めないですけど。サビスターか、サビッターかな、わかんないけど。まあ、やっていきたいと思います。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。中国勝ってんだけど。中国やばくね、予算ありゃいいと思ってんだよ。本当に。中国よ。巨大な金だよ。何ですかあの金の組織力っていうの。どんだけ金出すのって話だよね。トッティ取ろうとしたんだよ断られてるけど、それはトッティはローマの男だからね、ダメだよそんなの。おかしいよね、なんであんな金あんの中国って。日本じゃありえないよねあんなのね。あんな巨額の金出してさ、恐ろしいよね中国。どんどん強くなってっちゃうよ。そういうとこ日本勝たないとね。さあということで今回もご視聴ありがとうございました。まあね、いろんなお話もしましたけど、まあいいね、お話し会ということでいいんじゃないですかUCL も話したしね。はい、ということで、次回もですね、まあ代表戦になりますが、2試合代表戦かな、2試合まあ代表戦になりますが、ぜひね見てください。こう大事なとこなんでね。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。あ、そう、ツイッターの話してなかった前回。ツイッターはね、概要欄にありますので、ツイッターで検索してフォローしてみてください。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。次回の FIFA16 実況でお会いいたしましょう。さよなら。